感じで、本当は四五しますね。はい。ちっちゃくない四五。全部三拍子です。1、2、3って振ればあとは生徒が演奏してくれます。
ブラボー。エンちゃんの指揮どうでしたか。とっても上手ですよ。あもうまるで人が振ってるみたいな性格ですよ、すごく。はい、吹奏楽部は部員全員が仲が良く、音楽室は年中クーラーや暖房が効いているため練習しやすい環境になっています。ぜひ入部してください。せーの、待ってます。なんかじゃあもう一曲いきますか。ああ、そうです、ね、今度難しいですよ。あ、難しい、今度難しいです。どうなっとんねんお前ら、1、2、3、4って振ってくれてるやないかいな。タラララって浮かんとあかんよ。はい、thank you.
割り方も上手だよね、すごく。一生懸命頑張ろうとしてることが、なんかプレイヤーによく伝わって、いい演奏になって、最初止まりそうになってましたね。9月16日土曜日に、ここ札幌創成高校で学校見学会を開催します。受付は9時と10時からの2つです。QR コードからアクセスして、専用ページでの申し込みをお願いします。また、受験学費相談コーナー、保護者説明会、現役生による学校紹介ツアーや、コーナー見学コーナーなど、体験授業も行っています。せーの、お待ちしてます。